はい、皆さんこんにちは、こうです。今日はですね、台湾で古くから美容食品として、食べられている大行地を、作ってみたいと思います。で、大行地はですね、なんと世界三大美女の楊貴妃も好んで食べられていたみたいですね。で、今日は大行地の名前の由来とか、効果とか、あと、まあ、実際作ってみたりとかしながら、紹介したいと思います。で、この大行地なんですけど、これってなんか、まあ、中国語では、まあ、下に出てくると思うんですけど、愛と玉とこうですか、愛ユーズって言うんですよね。大行地は台湾だけで栽培されている植物みたいで、イチジクの仲間ですね。まあ、つるんとした食感で、まあ、結構食べててもさっぱりしてますね。この商品、ちゃんとここに台湾産って書いてますね、ここね。で、なんでこれ大行地って呼ばれるようになったかっていうと、台湾のなんかこれを発見した人がいて、でその人が、まあ、大行地のこの実を水の中でこう揉むと固まる性質を発見したみたいです。で、その人の、娘の名前がアイユーだったみたいで、まあ、そのまま大行地っていう名前になったみたいですね。なんか星とかね、台風みたいですよね。その発見した人の名前をつけるんですけど、この台湾のこれを発見した人は自分の娘の名前をつけるって、なんかいい感じですね。で、これには結構デトックス効果もあったりします。はい、先ほども言いましたけど、世界三大美女の楊貴妃も愛用したって言われる、まあ、これ美容食材です。で、東洋医学的に言うとルンフェイっていう、まあ、純白ですよねっていう働きを持つと言われてて、まあ、体の中の調子を整えたりとか、そういう不純物をこうデトックスしてくれたりとかしますね。あとアンチエイジングの効果があります。はい、まあ、東洋医学の中に陰陽五行って言って、肝心非肺腎とかね、胆小腸胃大腸膀胱三小とかね、まあ、いろいろ言い方あるんですけど、その中でもアンチエイジングのこの腎ですね、腎臓の機能を、活発にしてくれるっていう風に言われてて、まあ、その水の代謝を良くしてくれたりとか、まあ、血流改善につなげたりとかしてくれます。あとむくみの改善ですね。まあ、大行地は体の中の熱を逃がす作用があって、利尿効果があります。まあ、中国語でむくみっていうと水腸って言うんですけどね。はい、まあ、そのむくみにも非常にいい食材だと言われてます。まあ、結構今日これ作ってみるんですけれども、作り方意外と非常に簡単です。だけどいくつかなんか注意する点があって、なんか油がちょっとでも何かについてたりとかすると水が固まりづらかったりするみたいですね。あとお水後で使うんですけど、お水の中にカルシウムが入ってた方がいいみたいで、普通の家のお水とか使ったら中にそういう鉱物が入ってないから固まらない、もしくは固まりづらいらしいです。コンビニとかでよくちょっとカルシウム鉱物がミネラルがたくさん入ってやるやつとか使用した方がいいんじゃないかなと思います。というわけで、僕も今日は、コンビニで買ってきた、お水ですね、お水を使ってやっていきたいと思います。はい、それではこの大行地の種ですね、これをまずお茶パックの中に入れていきたいと思います。こんな感じで入ったんで、これをこうですね、OK です。はい、それではこのお茶パックに入れた愛湯を中に入れて、で、この中に、大体 700cc から1リットルの、お水を入れていくんですけれど、今日は1リットル入れていきたいと思います。はい、お水が1リットル入りました。で、お水は常温の方がいいみたいです。はい、で、これをちょっと中で揉んでいきます。まあ、あとはひたすら揉むだけみたいですね。不思議ですね、こんなんで本当に
固まるのかなって思いますよね。だいぶなんか色が変わってきましたね。で、だいたい10分から15分程度こう揉み続けるといいみたいです。今だいたい10分ぐらい揉み続けたんですけど、すごいこれなんかね、ちょっとトロトロになってるんですよ、中身がね。まあだいたいこれぐらいでいいと思います。冷蔵庫で2時間前後冷やしたいと思います。はい、今ちょっと冷蔵庫に入れたところなんですけど、今日これから運動に行かなきゃいけないんで、また帰ってきたら食べようと思います。帰ってきて食べるのが楽しみです。じゃあ行ってきます。はい、おはようございます。結局次の日になってしまいました。はい、じゃあそれでは今日も続きを作っていきたいと思います。はい、それでは今からレモンシロップを作っていきたいと思います。コップの中には今大さじ1の蜂蜜が入ってます。で、ここにレモン1個分のレモン汁を中に入れます。で、今度はここに 150ml のお水を入れます。はい、で、これをかき混ぜます。かき混ぜ終わりました。レモンシロップって言いましたけど、これいわゆるレモネードですね。はい、このまま飲んでも美味しいですよ。これを後ほどアイユにかけて、食べてみたいと思います。はい、どうですか、アイユの完成です。叩くだけでもプルンプルンです。はい、では早速これを盛り付けていきます。そう、はい、アイユの完成です。はい、それでは食べてみたいと思います。そう、うお、プルンプルンだ。うお、プルンプルン。はい、どうですか、こんな感じです。いただきます。めっちゃ爽やか、しかもめっちゃプルンプルンですね、これね。すごいなねえ、あの大行地の種からこんなプルンプルンな、わかります、ほらプルンプルン、すっごいプルンプルン。すごい、寒天で作った時ともなんかちょっと違うし、ねえ、ゼリーで作った時とも違うし、ゼラチンで作ったのともまたちょっと違う感じのこのプルプルさ加減ですね。うん、プルプルです。ああ、落ちてしまった。めちゃくちゃ美味しいです。もう本当、もうこれこそまさにこの夏の季節にぴったりな食事ですね。ほら、うん、最高です。まあ、あの本当に上手に大行地ができてよかったです。美容にもいいですしね、ぜひまた種を手に入れて作って食べてみるのはいかがでしょうか。それでは今日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたなら、いいねボタン、
そしてまたチャンネル登録してくださると非常に嬉しく思います。今日も素敵な一日をお過ごしください。それではまた。